はい、レッスン7の解説動画の続きいきたいと思います。ということで今日はパート3から入っていきたいと思います。 At this point, one of the leading scientists in this area is Dr. 山中伸也 of Kyoto University. He was first a medical doctor who treated back injuries, broken limbs, damaged joints, and such. はい、というようなお話で、いきなり At this point、 この時点においてはどの時点の話ね、このお話が書かれているその時点ではってことです。これかなり、思慮深い表現になっていると私自身は思います。なんでかっていうと、これもう一人の同僚の先生に聞いた前の、バージョンの教科書では、違う表現がされてました。 So far になってたらしいですね。今のところは、でも今のところっていうのはもう時代が変わってきてるじゃないですか。でも、山中伸也先生が、iPS でノーベル賞を取ったのはもう2012年なんですよ。もう10年そろそろ経とうとしてる話なので、現状変わってきてるはずなんですね。ですからその当時の時点ではっていうような、そういう時間的な距離感を、おそらく通ることになるだろうって、そういう発想があるからこそ At this point という表現になってるんだと、ああいうふうに私は思います。で、次です。 One of the leading scientists in this area、ね、先導する、この分野において、先導する科学者の一人、 Leading scientist というふうに言ってもいいかもしれないですけどね。はい、まあ、あえて和訳すると先導するような、科学者はの一人はっていう風な、まあ、日本語を考えさせてもらいましたね。で、this area、 この領域においてね、まあ、あの科学のお話ですから分野とか領域っていう、言葉いろいろあると思うんですけど、まあ、僕は一応領域とさせてもらいました。で、field を分野としてみましたね。で、次です。 is 山中伸也 of Tokyo、京都 University、 ね、京都大学の山中伸也先生、これちょっと気をつけてほしいなと思うんですけど、こういう風にね、取っちゃうとやっぱちょっと変ですね。京都大学の山中伸也、まあ世の中に山中伸也っていう、名前の人は多分何人もいて、そのうちの京都大学のっていう風な限定用語って考えるよりは、ここではただ単に京都大学所属のっていうぐらいで、止めといた方が僕はいいような気がします。はい、で、次です。で、He was first a medical doctor。 このファーストの取り方、皆さんどうですか？ちょっと考えてみてくださいね。これ最初のって取っちゃうとダメなんです。なんでか分かりますか？最初のっていう風な意味として捉えると The first medical doctor になっちゃうんですね。ですけど山中伸也先生は、不以下で説明されているような治療をするファーストドクターではないですよね。ですからここでは、まず最初はっていうような感じで、最初の頃はぐらいでとどめといた方が、ここは無難だと思います。で、語順もこの語順ですから、まず最初はっていうような風に、取ってもらった方がいい。で、最初は、医者でしたとね。で、どんな医者だったかっていうと、who treated back injuries、 背中の、まあ、怪我であるとか、broken limb、limbs ってあまり耳なじみない言葉ですけど、四肢、手足のことを指します。手足の骨折ですね、骨折であるとか、 damaged joints、損傷した関節であるとか、そういったようなものを and such ですか、そのようなものを、治療するそういった医者であったと。で、次です。ここの、あの、レッドの部分もですね、しっかりちょっと注目してほしいですね。動詞の、まあ、これ症状とか、まあ、怪我ですよね。こういったような動詞のものを、などなどとして、列挙する。こういうのを、気をつけましょう。必ず列挙っていうのは動詞のものを、並べないと意味がないですからね。はい。
同じことをちょっと書いたんですけど、これ辞書の記述をちょっと引っ張ってきました。例えば、wisdom だと、and such っていうのは、などなんだけど、これ、話し言葉だよっていうのをまずね、押さえておきたいところですね。はい。long版でも、used to say that other people or things like the ones you have just mentioned are included。 あなたがもうすでに述べたようなことを、に対してこう述べるときに使うね、そんなようなものっていうことなんですよね。会話表現だと結構ネイティブは things like that っていう表現結構使うと思うんですけど、something like that とかね、で他になどという表現は and so on とか and so forth っていう表現があるんですけど、これかなり硬い言葉だと思います。で、use at the end of a list to show that you could continue in a similar way、っていう表現で説明されてますけど、まあ一応羅列でいいんですけど、列挙でいいんですけど、ただここもですよ、必ず動詞のものをね、並べると、列挙するということが、重要事項で、なおかつ人に対して使っちゃダメですよってことを知っといてください。and so on とかね。はい。人に対して使わない。and others とか普通使うんじゃないですかね。はい。ということをまあちょっと押さえておいてください。じゃあ次行きましょう。one day he saw a woman with a serious disease in her joints。 はい。彼女は、ある女性を見たって書いてあるんですけど、まあこれ、見るってどっちかっていうと、これ英語も多分面白いなと思うんですけど、こっちの見るですよね、多分ね。診察する。ね、はい。で、撮った方がいいと思います。で、まあ、状況的にそうですよね。はい。で、山中伸弥教授は、ある女性を診察した。で、どんな女性なのか。はい。前置詞が、高知就職でかかってます。With a serious disease。深刻な病気を抱えたそういったような女性で、どこに in her joints、 彼女の関節、しかもこれ複数形ですよね。膝とかね、くるぶしとか、まあいろんな関節あるんですけど、複数の関節に、深刻な病気を、同一の深刻な病気を抱えたそういったような女性、でここで、まあ、どんな皆さん症状を思い浮かべられるかわかんないんですけど、この次の一節も完全に僕はある症状が頭に思い浮かびました。ちょっと読んでみましょう。 He was so shocked when he saw her swollen, misshapen joints that he decided to become a scientist。 ちょっと文章としては若干飛躍してるんですけど、まあちょっと見ていってみましょう。彼はとっても衝撃を受けたんですよと。で、いつ、When he saw her swollen, misshapen joints。 彼女の、swollen、ね、なかなかこう、受験語ではあんま見ないと単語だと思いますけど、生活用語ではあるかなと思います。で、misshapen、ね、まあ、shape っていうのは形作る、で、誤って形作られた、まあ、つまり歪んだってことですよね。そういった joints、 関節を見たとき、はい。で、swollen って何ですかと。ね、困ったときは皆さん、Google の画像診断、画像検索使うとですね、例えば、これ、swollen joints、swollen misshapen joints で、検索したときに出てきた、絵なんですけども、ここですよね。swollen inflamed synovial membrane。とかって考えるんですけど、皆さん、医学用語あんまね、私もそうですけど、そんなに、得意じゃないわけですけどね。はい。で、swollen っていうのは、こう、ぷくっとこう膨れ上がってるってことですね。これ分かりますよね。で、inflamed っていうのは炎症を起こしたって意味ですね。はい。だからこう、炎症を起こしてるこう関節、ね。はい。のことが、ここで、語られてるわけですよ。で、皆さんこの症状って何だと思いますか？しかもこれ複数の関節に
これが起きてるわけですよね。はい、答えはですね、これですね。リューマトロイド、つまり、まあ、リューマチですよね。で、アーツリスっていうのは、関節炎のことなんですよ。ですから、まあ、リューマチ性の関節炎を僕は、まあ、正直、パッと思い浮かべました。これなんでかっていうと、理由二つで、まあ、山中伸弥教授の、iPS 細胞の適応例の一つが、リウマチ関節炎に対しての、まあ、治療っていうのが、まあ、すでに僕記事で見たことがあること、そして私の母親がリウマチで長年やっぱ苦しんでいるの間近で見てきているので、あ、これってリウマチだなと思ったんですね。で、リウマチって不治の病って言われてます。もともとこれ自己免疫疾患、つまり自分の免疫が関節を攻撃することによって関節が変形していって、まあ、歩けなくなったりとか、痛みを発生したりとか、もうすごい痛みなんですけど、を発生するわけなんですね。ですから、まあそういったような、ものってこうな薬で治ればいいんですけど、なかなか今の現代医学では病気の進行を遅らせることはできても進行を止めることもできないし、痛みを取り除くのって要は神経を鈍らせるしかないわけなんで、根本的な治療ができてないんですね。はい、というようなことを、まあ、一応こう前提知識としてあったんで、こう僕なりには気づくんですけど、で、英語の話に戻るとですね、これ so that 構文がここに織り込まれてるんですけど、 so that so shocked that he decided というふうになってれば誰でも気づくんですけど、時を表す副詞節が真ん中に、入れ子の形で入っていて、ちょっと見づらくなっています。こういったような、一つの文法項目は中学校英語レベルなんだけど、二つ以上組み合わさって入ってくるっていうのが結構大学入試長文でもあるんで、一個一個の基礎的な中学校の文法項目をバカにしないでください。これが二つ三つ重なることで、一つの文章が長くなって複雑な構造、多層構造になっていくので、こういったところを丹念に見ていくのが、意外と難関大学の長文を読んでいく基礎になっている。やっぱりですね、皆さん中学校英語とか、または教科書の英語をバカにしないでください。本当にこれがきちんと基礎としてさっと左から右に理解できていくことで、長文、大学入試長文の、基礎を養っているわけなんで、しっかりこの辺見ていきましょう。次です。 He went into a basic study in order to find good ways to treat those patients suffering from serious diseases and injuries。 長いですね。なんで長いか、はい、いつも言ってますけど、空が連結して高知就職であったりとか、場所を表す複式が連結されていたりとかしますよと。で、これも多分、例になると思いますけど、彼は、進んだよ、どこへ、into ですか、ベーシックスタディ、基礎研究に進んでいったよと。で、in order to、はい、理由を表しますよ。何々するためにということで、良い方法を探すためにと。で、何の良い方法なんですか ?to treat those patients。はい、これらの患者を治療する、そういう良い方法を探すためにと。で、どんな患者ですか ?suffering from serious disease or injuries。この ing は何々するっていう前の名詞を説明してるから、これ形容詞的用法ですよね。はい、分子の形容詞的用法。ね、で、深刻な病気や、怪我。これ深刻なは病気と怪我両方にくっついてますから、これに気をつけましょうね。深刻な病気や怪我に苦しむそういった患者を治療する良い方法っていうふうに、日本語にするときは後ろから前、後ろから前になるんですけど、まあ長文読むときは、突っ込みながら読んでいくといいと思いますね。基礎研究へ、まあこれ前から見ていくとこんな感じで訳していけばいいんですよ。彼は進んだんですよ。どこに、基礎研究の方に進んだんですよ。なんで？In order to find、良い方法を探す、
良い方法って何の良い方法 To treat a good, those patients、患者治療するため、どんな患者、suffering from disease、suffering 苦しんでる、何で苦しんでるの from serious diseases、深刻な病気に苦しんでる、深刻な病気だっけ and injuries 怪我にも、まあ、こんなように前から訳していく方法もあるんで、このツッコミ、僕勝手にツッコミリーディングって呼んでるんですけど、なんでなんでみたいな感じでね、関西人っぽくちょっとツッコミながら呼んでいくと、結構頭に入ってくるんで、これも有効なやり方かなと思います。パート4。One way to create tissue is 一つの方法って言ってて、何の方法ですか ?to create tissue、ね。細胞組織を作る一つの方法は、何 ?to use egg cells。卵細胞を使う方法です。で、コンマ、ウィッチとあるんで、はい、関係代名詞の非正言語法ですね。そしてそれはっていうふうに訳せばいいですよと。そしてそれは、which have the ability、ね、能力があるんです。どんな能力 ?to grow into any tissues in the body。体の中にあるどのようないかなる細胞組織にも成長するそういう能力、ね、で、such as hair or muscle、ね、髪とか、筋肉といったようなっていうのは any tissue in the body にくっついてますよと。どうですか、ツッコミ用法ってツッコミリーディングって前からいけるから訳しやすくないですかね。多分僕はこっちの方が長文読解には向いていて、完全な日本語にしなきゃいけない、下線部訳の時だけ完璧なね、語順の日本語に訳せばいいと僕は思ってます。はい、前からどんどんいけるようにしましょうね。おっと、次です。 This method however has produced a lot of debate。 はい、コンマコンマの however は前に訳せってさっき言いましたね。前の動画でも言ったと思います。しかしながらこの方法はhas produced a lot of debate. Debate, 議論。はい。まあ、賛成側、反対側に分かれて、けんけんがくがく行うのがディベートです。ポジショントークですね。多くのディベート、議論を生み出してきている。これ、has produced ってなってるのは何ででしょうか?考えてください。そうですね。この前のエグセルを使う、そういったような、方法っていうのはかなり昔からあったわけです。で、その過去から今現在まで、その方法がいいとか悪いっていう議論はずっと続いてるわけです。で、今も議論されてるわけです。ですから、こういう時に現在完了形を使うよってことです。じゃあ次。Many think多くの人々は考えていますよ。なんて It is wrong。 きつい言い方ですね。 It is wrong、もうそれはもう間違ってるって言ってるんです。で、何が間違ってるのか注意かです。 To treat live eggs。 はい、これ live eggs って書いた、読んだ人は、修行してください。滝に打たれてね、だってこれエッグを就職してるわけじゃないですか。生きてるっていうの形容詞ですよ、これね。こういう時はライブですね。あと、副詞でもライブ使いますね。生の、生中継のみたいなライブもライブです。ね。動詞の時だけですからね、リブって呼ぶのはね。これ気をつけましょう。to treat live eggs、生きている卵ですね。卵ですよ。を、treat この場合は治療するんじゃなくて扱うですね。生きている、卵を扱うこと、どうやって扱うの as object、物体として、物質として、物としてかね、物として、生きた卵を扱うことは間違ってるね、っていうふうに考えてる人がいるよと。だけど、and があるので、後ろも見なきゃいけませんね。何と何つないでんの。and then, kill them. ね。これ、韻踏んでますね。完全にね。and then, kill them. ね。そして、それから、それらを kill、殺す、ね。
生きた卵を物として扱ってそしてそれらを殺すことが間違ってる。なんで Even though the purpose is to treat patients、 たとえその目的が患者を治療するということであったとしても、ね、Even though、 たとえ何々だったとしてもっていうやつですね。はい、その目的が、患者を治療することであったら、まあ、許されるって考える人もある一定数はいると思うんですよね。だからさっきディベートって書いてあったんですよ。このディベートです。イエス・ノーに分かれて、二手に分かれて議論するのがディベートなんですね。一つの言葉に対して。ということは、多くの人々はこうやって考えている。でも、他方そう考えない人たちもいる。っていうふうに捉えるのが、まあ、一応話の筋としては正しいと思います。で、続いていきましょうか。In addition,それに加えて、people fear that this method could lead to human cloning.、人々は恐れています。どう恐れているの ?that 以下ですね。that 以下のことを恐れている。this method、当然この卵細胞を使って、細胞、組織を培養することですけれども、それは、could lead to human cloning。人クローン技術に、つながっていくと恐れている、そういう人々もいる。この in addition って何と何をつないで何と何を加えてるかって皆さん分かりますか？ in addition っていうのは必ず同要素のものを上から付け足すっていう働きがある、ですからこれは当然その前のこうこうこうやって wrong って考えている、そしてさらにこうも恐れている、これだとちゃんと in addition 加えていることになりますよね。ですから構造としてはディベートがあるよ、当然、これは反対側ネガティブ側の立場を1そして2というふうに加えてるってことが分かりますよね。はい、ということで3、4と、解説しましたので、ちょいとここらで、止めておきたいと思います。まあ、ちょっと一文一文が非常に長くなってきてますので、まあ、ここにも言ってますけど、就職非就職の関係を見抜くっていうのがレッスン7の一つの裏テーマだと思いますんで、しっかり、塊ごとのね意味を捉えられるように、しっかり、マスターしていきましょう。あと先ほど、紹介しました前から読んでいくツッコミリーディング、こいつをマスターしていくと、このチャンクが多い、文章を、スラスラ読む練習になっていくと思いますんで、ぜひ、教科書、解説を書き込んだプリントでやるんじゃなくって、何も書き込んでない教科書で、やれるように練習していくと、いいんじゃないかと思いますんで、解説プリント、解説動画、そして自分が作ったノート、これをまとめてある程度皆さん日本語をインプットできたとしたら、今度はやっぱり何も書いてない教科書でね、それが再現できるかどうかを、または再現できなかったところをもう一回ノート見直して、もう一回白文で教科書に戻ってやっていく、この練習しっかりやっていってもらえるといいんじゃないかと思います。ということで、レッスン7の、解説動画中編、4部作になりそうな気がしますけれども、ここらで一回止めておきたいと思います。 Please keep on practicing and practicing makes perfect、 頑張ってください。ありがとうございます。